その赤井が冷静さを欠いていたら何も始まらない。さてと、質問させてもらおう。あんたは誰だ？我は子にあらず。ということは一人じゃねえってことか。我らはこの島の民、島で生まれ島で育ち島を愛してきた。島で何があったのか教えてくれるか。この島に手勢がやってきた。手勢？島にはさる高貴な方の御落胤がいらした。美しい一振りの刀と対をなす美しい若君がいらした。そいつらはその御落胤とやらの敵か？手勢を連れたお武家様はかつての主君の末を殺そうと思っていたのだ。なぜ？すべてをなかったことにするために。どういうことだ？島の人間はすべて殺された。すべて？お武家様はかの君の存在をなかったものにしようとされた。そのためには我々も邪魔だったのだ。女も子供もすべて殺された。情け容赦なくおふられた。外から来た人間がこの島をめちゃくちゃにする。クリス、我らが守ってきた島をめちゃくちゃにする。だから誰も島に近づけなければいい。我らは島に誰も手を触れさせはしない。しかし封印は解けた。我らは今体を得た。この体を介し再びこの世に存在することができる。憎い憎い外から来た災い、それらに対し復讐する機会が訪れたのだ。外から来たものが憎いのか？憎い。殺される。だから誰も島に来られないようにすればいい。こ
この島は我々の島だ。その島に災いをもたらされるくらいならば、いっそ我が手で。まだ地震だ。思い知るがいい。こうして誰も来られなくなればいい。そうすればこの島には平和が訪れる。クリス、我らの邪魔をするのか。何を言ってるんだクリス、しっかりしろ。赤い3、俺のことが分かるのか。俺何をやって、なんか気持ち悪い。大丈夫か。おい赤い、クリスが気を失うと同時に地震が止まるなんて、随分とタイミングが良すぎやしねえか。まさかとは思うが、これは。クリスの意志の力が強くなっている。どういうことだ周平。正直、昨日クリスが取り憑かれた時にはそばにいるのが辛いぐらい霊の力が強かった。だが今日は多少弱まっていた。ということは、クリスが霊に対して抵抗していることの証明だろう。そうか。とりあえずクリスに取り付いているやつは外部の人間に殺されたことを恨んで、この島によそ者が入ってくるのを拒んでいる。だから島を沈めようとしているということか。そういうことだろう。地震はクリスが引き起こしているのは間違いなさそうだ。信じられない。確かにクリスの様子はおかしい。異常な事態だということはわかる。だが受け入れろよ森本。常識なんてどうでもいいんだよ。今起きていることが俺たちにとっては現実だ。森本、信じたくないならそれでもいいよ。納得できないなら先に帰ってくれても構わない。
そんなことはできない。俺はお前たちのことを一緒に映画を作る仲間だと思っている。だから先に帰れなんて悪情なことを言わないでくれ。とにかくこれ以上クリスの意識なしに霊に接触するのは危険だ。それが分かっただけでもよしとするか。ダメだ。あなたは何者ですか？私はかつてこの島に住んでいた者、名をシローと。シロー、あなたはいつの時代に生きていたんですか？はっきりとは私にも分からない。だが私はもう何百年もこの地にいる。教えてください。あなたなら知っているはずだ。クリスに取り付いているのは誰なんですか？誰というものではない。あの弱き愚か器に取り付いているも、この島の運命の無念の思い。無念の思い。どんな思い、時が経てば散じていく。それが切ない。しかし、あれらが封印されたことで逆に押し込めら、凝り固まってしまった。私はあれらの声をずっと聞いていた。それが私への罰であり、救いである。声を聞くことで彼らは少しずつ恨みについて忘れていこうとしていた。君たちがやってきてしまった。なぜ俺たちが来たらダメなんですか？外の人間だから。そして強いから。強い？俺が？そう、強い力を持つそなたと、そしてうつろな器が来てしまった。だからなぜ俺とクリスが来たのがダメなんですか？器であるあれの心は非常に脆く、魂は空っぽだ。
豊かなものを内に秘めながらも、どこにもその豊かさはつながらない。心の結ばれる先がない。開け放した扉のように、あれは無防備だ。器としてあれは最適だった。だから呼んだ。そして封印を壊させ中に入ったのだ。あれの魂の中に島の人々の思いが入り込んでしまった。でもそしてあの男、黒い暗い魂を持った悪霊を使い、男？あれは憎しみを恐れない、恨みを恐れない。あれは闇、その力は闇。そなたの力とは正反対の力。俺の力？そう、そなたは強い。俺には何の力も。そなたは知らなくても、その魂は知っている。そなたはこの世界にしっかりと結ばれている。そなたは世界を愛しているだろう。今生きていることをとても大切に思っているのだろう。そなたはただそうあるだけでとても強い存在たりうる。そんなこと俺は知らない。別にわからなくてもいい。私はすでに人ではない。だから私の見えるものはそなたとは違う。それは分かっています。あなたが俺の夢に出てくるのがなぜかは分からないけれど、本来ならば私が生きているものとこうして話ができるはずもない。私はただ罪によって縛られてここに残っているだけだ。聖者と話すような力はない。そなたと話せるのはそなたの力のおかげだ。その力があの黒い男の力とぶつかったことで封は完全に壊れた。もしかしてそれは神社の帰りのことですか？あの男は資料を連れていた。おびただしい数の死者の申し、それすらも全て今は器の中にある。誰も彼もが器の中で悲鳴を上げている。自分が誰かどこにいるかも分からず
複雑にもつれてしまっている。もつれて狂ってしまっている。あれらをほどいてくれ。俺だってクリスを助けたい。でも一体どうすればいいのか、その方法がわからないんです。器を壊せばいい。壊す？器を砕けば魂は散じる。そんなことをしたらクリスは肉体的には死ぬ。そんなことはできない。俺はクリスを助けたいんだ。殺すなんてできません。私とて殺すことを望んでいるわけではない。しかしこのままでは島は沈む。沈んでしまったら結局器も海の木図と化す。どうしてこの島を沈めようとしているんですか？あなたに止めることはできないんですか？あれらは狂ってしまった。私の声は届かない。これ以上損なわれないようにと自らの手で滅ぼそうとしている。そんなの間違っている。もうあれらは自分たちが本来何を求めているのか分からなくなっているのだ。それに器はあれらを御すため命を削り続けている。命を？そう、人の命はそれだけの力がある。だがもし島を沈めるほどのことをしたら器はいずれにせよ壊れてしまうだろう。そんな、今ならばまだ殺すことで魂を散じることができる。しかしあれらと完全に融合してしまったら縛られる。あれらと同じ憎しみと恨みと。ほどくことが救いだ。今は理解できなくともいつかきっとわかる。それでも俺は殺したくない。そんなの納得できない。どんなことをしてもクリスを救ってみせる。
君に刀を託す。これは私の刀だ。私に残された。私が残せた唯一のもの。全ての因となった。刀。受け取れ。この刀ならば人たちで必ずやあれらを参じることができる。微塵の苦しみも与えることなく。嫌だ。俺はクリスを殺さない。何としてでも助けたいんだ。夢だ。いや、夢じゃない。夢じゃなかったのか。はい、開いてるよ。ちょっとあの後調べたんだが、なんだそれ。してくれ。なんだよ、そんなに必死な形相で。ちょっと見せてもらおうとしただけじゃねえか。ごめん、クリスが寝ているから後で説明しようと。誰かいるの？クリス。何でもない。すぐ部屋を出るからクリスは寝ているといい。
そこにいるの。東堂さん。クリス。その刀は。それは。クリス。俺のことはどうでもいい。クリスを追え。そんな、ここは2階なのに。待って！追いかけないと。赤い。東堂、体は。足をくじいたらしい。俺はいいから、これを持っていけ。クリス、リョウ、今の音は一体なんだ、その手のものは。詳しいことを話している余裕はないんだ。後のことは任せるから、東堂の様子を見てやってくれ。リョウ。神社。クリスが神社にいるというのか。そうだ、神社に。クリス、待っていてくれ。
強いやつだ。そんな刀が、そのせいで我々は殺すのか、何度も我々を殺すのか。そういうわけじゃない。俺は殺したいわけじゃない。ただクリスを助けたいだけなんだ。同じことだ、同じことだ。違う、全く違う。クリスを、お前たちが器に使っている体をそのまま解放してくれさえすれば、俺はこの刀を使ったりしない。解放？何を？愚か者。どうした？クリスは戻ってくるんだ。聞いてくれ。俺だ、赤いだ。聞こえているなら出てきてくれ。辛いだろう。でも戦ってなんとか表に出てきてくれ、クリス。赤い、クリス。どうした？触らないでください。近寄ってもダメです。大丈夫だよクリス。俺はダメ。俺こうしているのも必死で、気を抜いた瞬間取って変わられそうなんです。
赤井さんのことは絶対に傷つけたくない。クリス、赤井さんを傷つけるぐらいだったらいっそのこと死んだ方がマシです。一体何を。刀で。俺の中にいる奴ら、その刀にものすごく怯えてる。その刀の後ろにいる人を恐れてる。シロン、ほら、赤井さん、聞こえるでしょ。何を。切れ。あの者が取り去られたことは不運だ。だがこれによりさまよう魂を浄化する機会を得た。切るって。でも赤井さん、赤井さんがしなくちゃいけないこと分かったでしょ。あるうちに切ってください。ふざけるな。切れるわけないだろ。どうして。切れば全てが終わるのに。でも俺はクリスのことが好きだ。ガイ、俺はお前を守ってやりたい。だから切らない。他の方法を探す。島を助け、クリスも助けてみせる。得した気分。赤井さんに嘘でも好きなんて言ってもらえてすっごい嬉しい。嘘なんかじゃ。赤井さんの気持ちはすっごい嬉しい。でも嫌なんだ。俺は俺なのにどんどん俺じゃなくなってる。このままだと悪霊になっちゃう。俺こんなのと一緒になりたくない。クリス、こうして赤井さんと喋ってても俺に取り付いてる者の声が聞こえる。こいつらなんで自分たちが殺されたんだか分かってないんだ。だからそんな死には意味がないって。死ぬのに意味がないなら生まれてきたことにも意味がないんじゃないかって。自分も自分の子供も親もみんな殺されちゃって、それでも殺した奴らは平気で生きてて、自分たちは
何にも残せなくて、それですごく怒っていたし、恨んでた俺、その気持ちがすごくわかる。どうして？俺も同じだから。同じって。俺も生まれてきたのに意味がない子供だったから。そんなこと。母さんは俺のことなんて愛してなかった。生まなきゃよかった。何度言われたか分かんない。生まれてこなければよかった思ったよ。死んじゃおうかって何度も思った。でもこのまま死んだら、それこそ本当に生まれた意味がなくなっちゃうと思った。必死だった。でも体を守れるんだったら死んでもいい。今はそう思える。ダメだ、そんなことを言ったら。誰かのために死ぬんだったらそれは無意味じゃない、そう思わない？違う違う、クリス。俺のためだと言うんだったら絶対生きろ、死ぬな。愚痴みたいなことを言っている悪霊なんかに引っ張られるな。大体島の人が死んだのは無意味なことなんかであるはずないじゃないか。どういうこと？あなたたちはこの島を守ったんだ。あなたたちがこの島を愛していたから、ここはこんなにも美しい。たくさんの自然があって、今この島にいる人たちはみんな島のことを大切に思っている。それを無意味なんて言うな。島が私たちが生きた証か。そうだ、だからだからもう誰にも荒らさせない。大好き、赤井さん。
なに、お、ダメだ、クリス、やめろ。やめないよ。やめてくれ。まだ何か方法はあるはずだ。クリスの命を助け、この島を助ける方法が。いいんだ、これで。ありがとう。シロ。これで浄化された長い苦しみがこれで終わる。私のせいで多くのものが失われた。私は罰を受けた。だが、その罰もそなたの力によって終わることができる。待って、待ってくれ。クリスを。どうか助けてくれ。俺はどうなってもいいから、クリスを。あの娘もそう泣いた。シロー様、私の命を差し上げます。どうぞあの人をよみがえらせてください。あの懐かしい愛おしい日々が帰ってくるのなら、私はどうなっても構いません。なんだこれは。それが刀の力。罰を受け、彼らを救うまでは許されなかった私の唯一の希望、そなたも感じるだろう。
感じます。この気持ちは俺の中にある。そう、だからこそそなたはあれを浄化することができた。本当にありがとう。クリス、クリス。まさか。助かった。もしかして夢見てるのかな。なんか生きてるよ俺。それはこっちのセリフだ。殺したかと思った。本当に殺してしまったかと思った。それでもいいって俺本気で思ってましたよ。赤井さんになら本当に殺されてもいいって思ってた。嫌だ。俺は絶対にそんなことは嫌だった。俺はお前を守りたいんだって。傷つけたくなんてない。だから俺のことを好きだと言うならもう二度とあんなことはさせないでくれ。
自分が死ぬよりずっと辛い。うん、ありがとう赤井さん、俺なんかのこと助けてくれて。俺なんかって言い方やめてくれ。俺はクリスだから助けたかったんだ。好き、赤井さん。なんだか気を抜くと相手がクリスだって分かっていてもほっぺたが熱くなっちゃうのよね。よく言うよ。今夜はありがとうございます。それからいろいろとお世話になりました。僕は何もしていないよ。でもあっという間だったね。みんなお疲れ様。何もない島だけれどまた遊びに来てくれると嬉しいな。ぜひよろしくお願いします。このシーフードカレーすっごいうまいっすよ。食べてみてください。たく、ガキが。
江さん、食べないっすか？もちろんいただくよ。どうした、リョウ。クリスの姿が見えないんだけど。クリスなら外の空気でも浴びてんじゃない？あいつならもう平気だ。でも気になるし、ちょっと見てくる。やっぱり赤い、ただの過保護じゃねえか。心配性だと言ってほしいな。せめてクリスに焼いてるなら焼いてるって言えば。赤井くんのことだから、東堂くんがクリスと同じようにいなくなったとしても探しに行ってくれると思うよ。誰も焼いてるなんて言ってねえだろうが。とにかく行ってくるよ。どうしたの、赤井さん。どうしたのはこっちのセリフ。いつの間にか食堂から姿を消していたから心配したんだ。すみません、ちょっと酔ったみたいだったんで外に出たんですけど。もしかしてまた前みたいになったかもって思いました。心配しないでも平気っすよ。もう大丈夫です。それは誰よりも赤井さんが知ってることでしょ。そうだったね。どうした？話したいことがあるんです、赤井さんに。俺に？何？赤井さんの部屋に行ってもいいですか？ここじゃできない話？
ちょうどよかった。俺もクリスに話したいことがあったんだ。何ですか？部屋に行ってから。わかりました。それで話って？クリス？クリス、俺は赤井さんのことが好きです。この間も言った。あの後赤井さんは何も言ってくれなかった。冗談だと思ってるかもしれない。でも俺は本気っす。心の底から赤井さんのことが好きなんです。赤井さんがどうかは知らないっす。もしかしたら同情だけであの日キスしてくれたのかもしれない。同情だけで俺の言葉に応じてくれたのかもしれない。けど俺はマジですから。なんか面と向かって言われると照れるね。それはどういう意味ですか？そんな風に睨むなよ。睨んでるわけじゃないっす。ただ俺は、俺はの続きは赤井さんはずるいっすよ。俺は手の内を全部明かして丸裸になってる。それなのに赤井さんは何も答えてくれないんですか？ごめん、そういうわけじゃないんだ。だったらどういうつもりなんですか？匂いだけで酔いそうだ。何に？酒？それともあれ？もちろんクリスに。
それでどうなんですか？俺のこと好きなんですか？この間も言っただろ、好きだよ。本当に？本当に。冗談でキスなんてできない。不安にさせてごめん。あの時クリスに言ったことは全部本当だよ。同情じゃないんですか？違う。哀れみとかでもないんですか？哀れみであんなことできない。もし同じことがもう一度あったら、俺は二度とクリスの命を奪ったりしない。何があろうとクリスのことを守る。赤井さん、愛してる。俺も赤井さんのこと愛してる。なあクリス、なんでこっち向いてくれないのかな。赤井さん、嘘つきだから。嘘つき？俺が？俺がいつどんな嘘をついた？さっき。さっき？さっきってまさか俺の気持ちが嘘だと思ってるとか？そうじゃなくて、
何すんですか。まだ俺の質問に答えてないよ。俺が嘘をついたって。何？ね、クリス。優しくするって言ったのに。優しくなかった？意地悪だった？だってそれはクリスが可愛いから。赤井さん、これからも一緒に映画を作っていこう。うん、ずっと一緒に。少しだけ残ってるフィルム、眩しく照らす夏の光、錆びついた僕らの時間がまた回り出す。好きだと